こんにちは、佐野薬局本店です。本日はちょっとした不調におすすめのハーブティーをご紹介します。まずはこちらのクリッパーフラワーパワーティーです。エルダーフラワーが入っておりますが、エルダーフラワーは、昔からですね、ヨーロッパではおなじみのハーブです。風邪の初期症状などによく使われています。そしてこちらがスイートミントティーです。ミントはご存知の方も多いんですけれども、ミントのスースー感が鼻通りを良くしてくれます。ミントティー苦手な方もリコリスが入ってて甘いのでとても飲みやすいです。他にもこのようなハーブティーがございます。パッケージも可愛らしいですね。もちろん、オーガニックで、ノンカフェインとなっておりますので、夜も安心してお飲みになっていただけます。水分補給で、必要な時とかハーブティーおすすめですので、ぜひご覧になってください。ご来店お待ちしております。